本日もボートレースオムラインのご来場誠にありがとうございます。では大変お待たせいたしました。ただいまよりゴールデンウィーク特選レース九州スポーツ杯優勝者表彰式を開催いたします。では優勝されました赤坂俊介選手の登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。早速表彰に移らせていただきます。表彰者は株式会社東京スポーツ新聞社西部支社九州スポーツ広告部部長松岡誠様でございます。優勝いたしました赤坂俊介選手には九州スポーツ賞といたしまして賞状と優勝カップそして副賞が贈られます。賞状優勝登録番号4174号赤坂俊介殿、あなたはボートレース大村で開催されたゴールデンウィーク特選レース九州スポーツ杯において当初の優秀な成績を収められたので、ここに九州スポーツ賞を贈り、その栄誉を称えます。平成27年5月6日東京スポーツ新聞社九州スポーツ新聞代表取締役社長酒井治大殿です。おめでとうございます。続いて優勝カップが贈られます。そして副賞も授与されます。松岡様ありがとうございました。どうぞご講談くださいませ。さあそれでは記念撮影のお時間を取らせていただきます。赤坂選手には優勝カップを持って中央にお立ちいただきますので、どうぞカメラをお持ちの方は赤坂選手の姿どうぞ収めていただきたいと思います。はい、今月末にはボートレースオールスターも控えております。地元のエース赤坂選手見事優勝となりました。さあではお客様にもお答えいただいておりますね。はい、皆様よろしいでしょうか。では続いてボートレース大村フロアアテンダントより花束が贈られます。はい、では改めて赤坂選手にお話伺っていきたいと思います。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ初日には減点ありましたけれども、見事盛り返しての優勝となりましたね。そうですね、はい、良かったです、うん。これで通算23回目の優勝、また地元大村では7度目ということになったんですけれども、今節一節間を振り返って、走りいかがでしたか。次のオールスターにつながるために、自分なりにいろいろ調整しながら走ったつもりだったんですけど、はい、一応次のアドバンテージにはなったと思います。はい、ではしっかりとオールスターに向けての、足がかりがつかめたなという手応えですか。そうですね、その方向性だけは、はい、分かったつもりです。はい、また優勝戦を振り返りまして、スタートコンマ14というタイミングで、まあ、隣の榎木選手もいいスタート決めていたんですけれども、1マークはもう落ち着いて回っていけましたかね。そうですね、ちょっと水面が暗かったのでちょっと見えにくかったんですけど、まあ、そんな気にならずに、はい、しっかり自分のターンできました。はい、もう船足としてもしっかりと仕上がっていた。そうですね、優勝戦が一番良かったと思います。はい、またこの出力低減モーターというところでは赤坂選手も何度か経験されていますか。そうですね、これで 4度目です。はい、もうではそのあたりの調整 もう大丈夫そうですかね。いや、まだちょっと体感がまだ慣れてないので、はい、ちょっと違和感はありますけど、まあ、だいぶ慣れたとは思ってます。はい、では、まあ、オールスターの時も落ち着いて調整はできるかなと。そうですね、まあ、慌てず、リラックスして臨んでいきたいと思います。また今年はこれで3度目の優勝ということになりましたが、今年のリズムとしては赤坂選手いかがでしょうか。
やっぱりエンジンによってちょっと成績が左右されてしまっているので、どんなエンジンでもしっかり乗りこなしていきたいです。はい、はい、そして、まあ、次節の圧戦は5月16日から丸亀の G1 を走って、そしてその次が5月26日いよいよここ大村でのボートレースオールスター出場となりますね。そうですね、はい、のオールスターの出場はこれで初めてということになりますよね、はい、そのあたりのこう心持ちというのはいかがですか。やっぱりファンの皆様に選んでいただいて出場できる SG なので、はい、自分のためというよりも投票してくださったファンの皆さんのために結果出したいと思います。うん、地元水面ですしね。そうですね、はい、思い切って暴れてくれますか。はい、もう強気でいきたいと思います。はい、それでは最後にですね、残っていただいた地元ファンの方を含めてたくさんの方々ファンの方々に最後に一言お願いいたします。遅くまで残っていただいてありがとうございます。次回のオールスターも精一杯走りますので応援してください。ありがとうございました。はい、赤坂選手見事に逃げを決めての優勝でした。おめでとうございました。それでは最後にですね、少しだけお付き合いいただきましてお楽しみ抽選会をさせていただきます。残っていただいたファンの方から抽選で5名様にボートレース大村のオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。それではですね、番号は最後に発表させていただきますので、では皆様最後までお楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ、そしてですね、次節5月9日に、オールスターの壮行会があるということですからね、もちろん赤坂選手も、はい、参加される。ぜひ皆さんこちらの方にも足をお運びいただきたいと思います。さあ、それでは優勝されました赤坂選手、これで退場となりますので、どうぞ皆様最後も大きな拍手でお送りください。さあ、今節ゴールデンウィーク特選レース地元戦を制しましたのは1号艇の赤坂俊介選手でした。おめでとうございました。